ヨーブラザー、白瀬ゴールドチャンネルでは原神好きのあなたのために最高のコンテンツをお届けしていきます。動画をお楽しみいただきましたらチャンネル登録と高評価をお願いいたします。公開はさせません。さあ今日ついね公開されました、公式のツイッターの方でありますんでよかったら見てください。ロサリア、こちらの紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。今ね動画回してるんですけども、これ公式ツイートで今日ね出されたスキル、あと通常攻撃はこれかな、このスキルの中に含まれてるんで、これで一緒に見ていきたいと思うんだけども、まずね、スキル打つと敵の背後に回り込む攻撃をします。こんな感じでこう通常攻撃をその後にしていくっていうスタイルだと思いますね。でほらこんな感じで相手の後ろに回り込む。で多分ねでかかったりする相手で背後に回り込めないのがいるんですけども、まあそれ以外に有効だっていうことなんですね。なので、この、まあ背後に回り込んで攻撃することによって何かしらの効果を得るっていうところも多分追加されるとは思います。で、氷元素ダメージを与える。で、今見てる感じだと氷元素ダメージ2発入ってるんで、まあダブルだと思います。なので、ダブル妖怪とかね、そこら辺を狙っていけるようなスキルなんだと思います。で、その後に、こう見てると通常攻撃をガンガンやってるんですよね。で倍率を見るとスキルって結構威力高かったりするケースがあるんですけども、今ので会心で300とかですよね。で通常攻撃で188なんで、まあこれかなり普通の通常攻撃の倍率高いんじゃないかなと。まあスキルの倍率に対してそんな半分以下にもなってないんで、まあ、かなり通常攻撃の倍率は高い。まあ銃撃の倍率もおそらく高いっていうところで、おそらく通常攻撃あるいはまあその後銃撃を使っていって、まあ物理の火力を出していくっていうことも可能なんじゃないかなってことで、まあ初めて物理の、そうですね、物理槍が実装されたのかなっていうような印象も受けますね。なのでまあ合うキャラクターとしてはまあ物理を上げていくので、まあこの子がそもそも氷でしょ？氷なので、まあ、感電、じゃあ、超電導だね、超電導かけて、まあ、そちらで、まあ、物理を、下げてやっていくっていうのもいいと思いますね。まあ、あとは、そうだな、まあ、シールド系の、まあ、勝利とかつけて、まあ、氷のスキルの威力も下げつつ、やっていくパターンもいいと思います。あとは、そうだな。例えば、物理で攻めない場合であれば、6突のベネットと組み合わせて、もうこの妖怪をかけていくというようなやり方もかなり強いと思います。ただ、物理が、通常攻撃の倍率は高いので、そもそもまあ、ベネットで底上げしちゃおうっていうような形になるんですね。なので、武器は使うとしたら、まあ、火白炎とか持ってたら、和白炎とか使ったりとか、で、まあ、物理上げるんだったら、ドラゴンスピは、あとはね、そうだな。星3とかであれば、星3だったら、なんて読むんだろうな、この、なんか、白なんとか槍っていう、その回心率の上がる通常攻撃ダメージが 30% 上がるやつ、20% か、何十パーか上がるやつですね。こういうのも入れていっても面白いかもしれないですね。まあ、あとはもう、洗顔とかはまあ、キャラクターがモンドのキャラクターなんであれですけど、あと、向いてる武器といえば、まあ、前回実装されたゴマであったりとかもいいんだけど、空中滅流とかを使って、その元素爆発の方をね、有効に使っていくっていうのもありだと思います。まあ、こんな形で、元素爆発はね、継続、氷ダメージが、重なっていくっていうような感じになってると思います。なので、普通に、例えばベネットの炎をつけて、まあ、ロサリアの元素爆発ってバチ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 やっていくことによって、まあ、この、おそらく倍率の高いであろう、この連続氷攻撃、これが全部妖怪になっていくというような感じですね。まあ、範囲が非常にね、そんな広い範囲ではないので、まあ、カウンみたいな使い方はできないんで、まあ、この範囲内で、威力バチバチ当てていくっていう形でいいと思います。まあ、威力の倍率に関してはそうだな。まあ、どれぐらいなんだろう。まあ、参考にしやすいのを言うと、まあ、キャラ図鑑とかで見ればわかると思うんですけども、まあ、カウンのやつですね。こちらの、
あのつららダメージが 70% っていうような倍率なんですよ。なので、まあ、そこら辺と比べてどうなのかっていうところを考えればいいのかなと思いますね。基本的にそれぐらいの、倍率、スキルの倍率、継続ダメージの倍率っていうことなんで、僕個人的には、この威力は高いんじゃないかなと思いますね。なぜなら、まず範囲が狭いですよね。まず範囲が狭いっていうのと、まあ、カンの場合だったら、まあ、星5だから、まあ、別格扱いでもいいと思うんだけど、この連続具合で、なので、まあ、これでスキルの倍率が低かったら、もう、そもそも、何のためにあるのぐらいのレベルの話だと思いますね。なので、こちらは、まあ、かなり倍率が高いので、まあ、常に炎の状態にしておいて、それにこれが被さっていくっていうような感じでも面白いし、まあ、この状態のやつに、まあ、物理でガチガチやっていくってのも面白いと思いますね。あとは、まあ、会心率の、まあ、コントロールとか考えるのであれば、例えば、ゴマの槍とかにして、まあ、会心率のコントロールでね、氷、凍っちゃってる相手に対して、ガンガン行くっていうのとか、まあ、そうなってくると、超伝導ですよね。ただ、フィッシュルを使ったりとか、あとは、まあ、この範囲内って狭いので、例えば、リサさんの元素爆発を入れていくとか、そういう形でやってもね、結構、僕は面白いんじゃないかなって思いますね。なんか、後ろに回り込むガイアとこう比べさせられたりとかしてましたけど。はい。なんで、初めて、まあ、物理の槍、結構使えるのかなと。物理槍だったり、まあ、色がね、いろいろあると思うんだけど、例えば、まあ、超運と組み合わせてね、氷ガチガチやってでもいいし、まあ、あるいはそのさっき言ったベネットで、炎と氷のセットとかにするのがかなり強烈だったり。なので、ガチガチで、まあ、骨太で戦えるキャラクター、槍の、まあ、通常攻撃キャラクターとしては、かなり、稀なキャラクターなんじゃないかなと、個人的には思います。まあ、いろいろ合う武器は出てくると思うんですけども、今言った武器とかは、基本的には使えると思いますね。なので、まあ、会心率のコントロールさえしっかりできるのであれば、まあ、元素爆発をかなり強烈に使っていくっていうところで、まあ、甲虫滅流で、これそもそもの威力を上げていくっていうのもいいのかもしれないですね。結構武器の使い回しはできますね。和白炎だったり、甲虫滅流だったり、そこら辺と、かなり使い回しができるキャラクターで、まあ、星4なので、まあ、コスト、パフォーマンスも高いんじゃないかなっていうところになります。あとは、星座ですかね。命の星座とかが公開されたら、まあ、そこら辺を一緒に含めて、また考察していきたいなとは思います。よかったら、チャンネル登録と高評価、よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございます。動画をお楽しみいただきましたら、高評価、そしてチャンネル登録をお願いいたします。またこのような動画をいくつかアップしてますので見てくれたら嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。グッバイブラザー。